Spinner J-WAVE Innovation World Podcast Life Update J-WAVE イノベーションワールドエラー後藤正文がナビゲートしています。ここからは Life Update ノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回アップデートするのはイノフェスの楽しみ方パート2です。前半はね、僕も一緒にパフォーマンスをさせてもらいますオーバルのママヌアをお迎えしましたけれども、この時間からお迎えするのは同じくイノフェスにご登壇いただきます局地建築家の村上裕介さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、局地建築家、はい、なかなか耳慣れない肩書きなんですけどそうですよね、はい、僕もあのオフィシャルホームページのインタビューとか、まあ、他の記事とかも、はい、読ませていただいてすごく面白かったです。建物の話じゃないっていうのはすごく面白くて、はい、建築って言ったら何か何を建ててとかどういうデザインでとかなんですけど、まあ、全然違う。その要はどそのまあ忘れ物をなくすみたいなことをおっしゃってましたけど、あ、はい、どうやって暮らすのかっていうところも建築に含まれてるっていう多分考え方でいて、僕たちって常に、まあ、僕が喋るのもなんですけど、うん、常々側の話ばっかしてるみたいな、はい、でそれがすごいグワッと反転させて、あ、そうか、建築って俺たち暮らすってことも含まれてるみたいな気持ちになって、まあ、今日まあどこまで話していいか分かんないんですけど、はい、まあ、そんな話を伺えたらなと思っています。そうですね、はい、多分後藤さんだと、はい、あのほら建築だと多分ミュージックプレイヤーみたいな感じだと思って、はい、そこにやっぱり曲がないと、うんうん、あの成立しないと思うんですよね。なるほど、曲だけでも聴けないと思うので、はい、多分僕のやってることっていうのはそのどちらも、まあ、結構そのミュージックプレイヤーを作る人は建築の世界で作りたいという人はいっぱいいるので、なるほど、やっぱり曲をがまだ不十分だなっていうのが極地の世界で思ってますね。あ、そうなんですね。だからそうだから最初はなんかあの例えば南極だったりとかそういうところに建物を建ててらっしゃるのかしらというあの考え方であの読み始めたんですけど、あ、違うんだみたいな。でもヒマラヤとか南極とかね、それこそあの火星に、まあ、要は暮らすための実験というか、まあ、要はあれですね、模擬火星、まあ、実験ですよね。 まあ、そういうのに参加されてる、シミュレーション生活っていう感じですね、うん、それってもう全く僕らにはイメージできない世界なんですけど、どういったものなんですか。まあ、やっぱり本当に一番極地が厳しいのって、うん、はい、行ったら、うん、まあ、行きたい人はたくさんいるんですけど、はい、行ったらまあ意外とつまんなかったりとか思った以上にですね、はい、まあ、波乱万丈というよりかは結構地味なことがずっとこう続いていくので、うん、もういいかなっていう感じになるケースも多いんですけど、はい、ただとはいえ迎えの船とか、うん、まあ、南極だと1年来ないですし、うん、これが火星だと3年4年来ないので、うんうんうん、しかも来る保証もないので、うんうんうん、まあ、そうなってくるとやっぱりその滞在っていうよりかはずっとそこに移住しなきゃいけないんですよね、はい、なるほど。だからその辺の苦しみってまだ宇宙の世界もよく分かってないんですよ、うんうん、宇宙ステーションもまだまだその出張レベルというか、うんうん、長くて半年ぐらいなので、うんうん、だからそういう意味ではその年単位で人間が何が起きるのかとか、うんうん、まあ会いたい人に会えない苦しみもあるでしょうし、はい、会いたくない人に四六時中会っちゃう苦しみもいっぱいあるので、なるほど、まあ、その辺をまあ宇宙っていう、まあ、ここは火星だぞという、うん、まあ、地球上にいくつかそういう場所があるんですけど、はい、そういう場所で設定して、うん、まあ、実験生活をしてみようという、まあ、国際的なプロジェクトがあったんですよね。なんかすごいですよね。もうありものだけでやるみたいな感じなんですよね、要はね。そうですね、あの一応行く前には準備はしますが、うん、準備をしてもやっぱりそこに主観がやっぱり人間って入ってくるんですよね。やっぱり恐怖だとか、はいはい、不安とか、うん、そういったものでこれいるだろうとか、うん、まあ、いろんなことを、まあ、それ主観ですよね、うんうんうん、だけど向こうに行くとやっぱり極地っていうのは人間の主観とはちょっと別の世界で、はい、あのとことん客観でとことん隙を許さない世界なので、うーん、まあ、人間の主観では、あ、意外と全然これ役に立たないとか、あ、こんなのがいるんだみたいなのがやっぱり出てくるんですよね。でそっからがスタートで、うん、じゃあどうすんのと、はいはいはい、もう一回やり直しできないよっていうところからが、まあ、本当の生活かなと思うんですけど。
いやー、それでも僕は絶対無理ですね、本当に。いや、僕も本来向いてないんですよ。そうなんですね。はい、まあ、そういう意味では、うん、まあ、こうやってお話しさせてもらってますけど、はい、お話しできるのも僕がそういうの向いてないからこそ、うん、同じレベルとは言うと、まあ、ちょっと違うよってよく言われるんですけど、うんうん、まあ、そういうレベルでものを見てきて語れるのかなと。これがなんか結構自分に力があるよとか、うん、まあ、変な話ちょっとうぬぼれちゃったりすると自分の力でねじ曲げちゃうんですよね、はい、うんうん、まあ、そういう意味では良かったのかなと思いますが、本来向いてないです。例えば大学で建築の勉強されて、こういう方向に今の活動っていうかに進んでいくってことを当時から想像されてました？はい、いやー、さすがにここまで極地にずっと行ってるとは思わない。本当に、まあ、最初に長期で行ったのが南極の昭和基地で東大で行ったんですけど、はい、うんうん、まあ、500数十日ぐらいですね。あ、すごい長いですね。で、まあ、それで大体お腹いっぱいになるだろうなと思っていたんですけど、うん、はい、まあ、行けば行くほどやっぱりその疑問が次から次へと出てきてしまうので、毎回その火星ミッションに、まあ、選考で選ばれたりするので、うんうん、まあ、行きたい人たちがいる中ではあるものの、はい、行く直前やっぱり僕行きたくないなっていつも思っちゃうんですけど大変なので、はい、とはいえ、まあ、見続けられるのはまあいいのかなと思いますが、うん、思ってなかったですね、ここまでは。はい、建築って興味があって、この番組にも隈研吾さんが出ていただいたりとか、僕も何人か、はい、プライベートで建築家にインタビューしたことあるんですけど、建物が変わると街って本当に変わると思うんですよね、うん、で震災の後にすごく思ったのは、まあ、建物真っ暗で、あ、こんなにもなんか電気がないと建物って成り立たないようにできてるんだと思って、じゃあエネルギーをこんなにバカバカ使っちゃってるのは建築家の責任でもあるよねみたいな気持ちになったんですよ。だからなんか僕たちありきでデザインされてないみたいな建物が、それって不健康だよねっていろいろ考えてたら、この極地建築家っていう職業のあり方を考えると全く真逆から人がやってくるみたいな、人ありきからその建物にアプローチしていくような考え方なんで、はい、僕すごいね、そのインタビュー読みながらちょっとなんかうなってたんですよね、すごいって思いながら。でも今おっしゃっていただいたみたいな課題が、うん、実は宇宙ではもうそのまま課題なんですよ。ああ、なるほど。なんとか建築とか、まあ、技術でもって人間をこう支えようって、もちろん初めは良かれと思ってなんですけど、はい、うん、結局それってやっぱり人間をある意味弱くするというか依存させてしまうので、はい、で極地ってどうしてもそのサバイブと、うん、まあ、アライブと表裏一体の生活なので、はい、急にサバイブになることがあるんですよね。うん、だそうなった時にやっぱり今みたいな建築がそうさせたんじゃないかっていうか、うん、住まいがテクノロジーがそうさせたんじゃないかと思うような瞬間って、はい、まあ、多々あって、うん、まだやっぱり誰もそこの問題に気づいてないというか、うん、やっぱり希望的観測ってまあ僕は言い方しますけど、はい、夢を見てる人が設計しちゃうと隙が多いんですよね。夢を見せる人がやっぱ設計しなきゃいけないので、うんうんうん、やっぱ宇宙って夢見る人が集まってきちゃうというか、いい意味でも悪い意味でも、うんうんうん、だからそういう意味でちょっと隙が実はすごく多いなと、主観で作っちゃってるなってのはもう一番危機感を覚えますね。まあ、人が一人二人やっぱ亡くなるシチュエーションが今後出てきちゃった時に、うんうん、初めてその隙に気づくのかもしれないですけど、それは避けたいので、うん、こうあってほしいみたいなのが夢の中には含まれてますもんね。何を避けるかで設計しなきゃいけないんですけど、うん、何をしたいかで設計しちゃうので、うんうんうん、そこには大きな、かなり大きなギャップがあるなと思いますね、うん、なるほどね。じゃあそういう意味ではやっぱ極地ってなるとリスクについても結構シビアに考えないといけないんですね。そうですね。ただ一方で、うん、リスクばっかり追い求めちゃうと、うん、結局そこに暮らす人たちに何求めるかって言ったらやっぱり意志の力ですよね、うん、折れない気持ちとか、うん、リスクに対して怖がらない気持ちとかっていうのを、うん、なるべく排除する、うん、だから宇宙飛行士もそうやってセレクションを厳しくするわけなんですけど、うん、でもそうなってしまっては本当に何ですかね、まあ、1週間2週間完全に地球でシミュレーションして訓練しての生活なら成り立つんですけど、はい、うん、やっぱり行ってからがスタートだ、
たどり着くまでがゴールじゃなくて行ってからがスタートだっていう暮らしを考えた時には、はい、やっぱり意志の力ではどんだけ強い人も折れるんですよね。ああ、なるほど。で逆に言うと意志が強ければ強い人って折れちゃうと回復に時間がかかるというか、うん、折れっぱなしってケースも僕はあの局地で見てきてるので、うんうんうん、そうすると難しいですよね。だからその柔らかく、まあ、強いって言っても跳ねつけるような強さじゃなくて、まあ、しなやかな強さみたいなもので、うんうん、気分よく行こうよみたいな、あ、まあ、そういう暮らしが必要かなと思うんですよね。すごい大事な気がします。気分いいっていいですよね、うん、でしかもやっぱり、うん、ほら僕ら普通だったら知らず知らずのうちにこう生活の場とか仕事の場とか遊びの場とかこう行き来しながらなんとなくバランス取ってるんですよね、うん、はい、でまあ、こう今みたいなコロナ禍もそうですけど、うん、そこが一箇所に制限されちゃうと、うんうん、全部に向き合わなきゃいけないし、うんうん、でリセットができなくなるのでバランス狂っちゃうんですよね、はいはいはい、だでもそれってなってみないと分かんないじゃないですか、うんうん、こんなに動くことが大事だったんだ、うんうん、でみんなそれ極地に行ってからそれに気づいちゃうので、はい、なるほど。そこが一番課題なんですよね。やっぱり極地そのものより人間の心の、まあ、姿勢というか、そういったところの好きでしょうね、はい、行く前に気づけようってなかなか難しそうですけどね、うん、南極に例えば500日もいて、まあ、僕なんかインタビューの中で印象的だったのも、まあ、あのお皿洗いの話とかも、はい、まあまあその洗う人間は本当に少なくなっていて、他のやつはそれでうまく回ってると信じ込むんだっていうか、まあそのちゃんとそういうふうに主張するみたいな話になっていて、ね、なんかその人間の在り方って確かにそうだよなみたいな、僕も誰かの犠牲の上で活躍できてたりすることもあると思うし、とても興味深いお話でしたけど、やっぱりそれぞれ僕もそうですけど、うん、あのやっぱりうぬぼれてたり気づってなかったりとか、やっぱ当たり前ってものほど気づかなかったりするので、うん、それがまあ気づきを訓練しろよとかって話ってさすがにそういう話ではなくて、うん、今まあ誰もが宇宙に行ける時代が来るって、まあ、ちょっとポジティブな言い方でされてますけど、うん、誰もが宇宙に来ちゃう時代だって僕は思ってるんですけ ど、そうなるとやっぱりいろんなその何て言うんですかね、人間の、まあ、その当たり前に対する、まあ、スキンがこうあらわになる場所が極地なので、うん、まあ、コロナ禍もそうですけど、まあ、通るべき道だと思うんですよね、やっぱりある程度、うんうん、だからまあなんでその人間がねわざわざそんな月とかそんなとこまで行くんだってなった時に、はい、まあ、見方を変えると人類を代表してそこを苦しんでくれる人がいて、そこから学びましょうよみたいな考え方も、あるかもしれないし、はい、結構その、ね、こういう話させていただくと極地って、自分には関係ないんでしょとか非日常でしょっていう印象をやっぱり持たれますけど、あの僕は思うにずっと千日以上暮らしてきてるんですけど、はい、まあ、小さな僕らの日常にある問題がものすごく濃い状態で出てくるのが極地であって、うん、そこから学べるものはもう本当にたくさんあるなと思いますね。面白いですよね。僕も南極に行ったら僕のその人間的な何かも本当にもっとあらわにこう凹凸が分かるように出てしまうんだろうなと思ってちょっと怖くなるというか、普段は気分よく音楽したいとか思ってるけど多分500日も南極でずっと気分いいな無理なんだろうなとか想像したりとか。でもなんかお話伺ってて今日初めてお話させていただきますけど、はい、後藤さんはすごく向いてる感じがしますね。あ、そうですか。はい、やっぱりこういうことも起こるかもなっていう、うん、どっかでその自分に対して、少しこう疑問を持ってるというか、うん、あの余力があるというか、はい、やっぱり言って誰もが先ほどもちょっと言いましたけど、ぶつかるものはぶつかるしあらわになる、うんうん、自分の知らない自分に出会うのは、まあ、極地は絶対そうなんですよ、どんな形でもね、うん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 、だそれはそれとして、はい、それが出会った時に帰れない場所で、うん、残りの時間向き合い続けられるかの方が向いてる向いてないだと思うんですよね、うんうん、でもその辺はなんかすごく考え続けられるし、すごくそこを何か価値のあるものとして、はいはい、まあ、苦しいかもしれないんですけど、うん、価値のあるものとして過ごされるんじゃないかなきっとっていうふうになんとなく思いました僕の想像ではそれも仲間に恵まれたらできるかなって感じがしますかね。ちょっとね、あ、すごい大事ですね。仲間はめちゃめちゃ大事ですね、でもそれは運ですしね、運もあるし、はい、そう、もう本当にもっといろいろ聞きたいことあるんですけど、はい、まあ、今日の
この縛りはこの後ね、もちろんイノフェスに出ていただいて、村上さん、 そうですね、はい、そこで本格的なトークセッションをしていただくっていうね、はい、極限状態の人間のね、人間のあり方とかをね、うん、考えるトークセッションがあるということで、はい、村上さんが登壇されるイノフェスは、あ、違う、僕とは違う日なんですね、10月17日の、ね、はい、うん、土曜日、17日土曜日の方に村上さんご登壇ということで、はい、こちらは海洋研究開発機構ジャムステックの微生物学者高井健さんとのトークセッション、はい、いや絶対面白いじゃないですかこんなの。宇宙と深海と僕も楽しみにしてます。そうですよね、はい、なんか、はい、どんな話が出るのか、配信とかされるんだったら僕も聞きたいですね、ぜひぜひ。はい、すごい面白かったです。村上さんが最後に、ね、はい、目指す極地建築の最終目標って原稿には書かれていて、はい、どうですかこれ、簡単には言えることじゃないと思うんですけど、いや、そうですね、まあ場所としては僕が生きてるというか僕の思考の範囲内だと、まあ 月に住むっていうところが、はい、うん、まあ、今この時代に生まれてきて、リアリティのある場所かなというふうには思うんですけど、はい、まあ、そこの暮らしを考えるっていうところではあるんですけれども、うん、今の宇宙ってのはすごく危険なんですよね。あ、そうなんですね、うん、夢見る人が本当に描いてる、まあ、あとそうですね、 SF の世界が来るんじゃないかとか、うんうんうん、テクノロジーでなんとかなるんじゃないかという隙が多いなっていうところがあるので、うんうん、暮らしの基本ってやっぱりその環境に対してどれだけやっぱりこう正しく恐れるかというか、リアリティ持ってできるかっていうのと、あともう一つはその中で生き抜くためにはやっぱりこう歴史とか過去の先人とかそういった人たちの、まあ、何を真似して何を真似しないかというですね、正しく真似するっていうのがやっぱり大事になってくるんですけど、今のところ宇宙にはそのお手本がないと。なるほど。暮らすための、だからまあ月という箱、家を考えるんですが、その手前にやっぱりその暮らし方のお手本、そして一人じゃ生きられないわけですから、うん、どういったチームがいいんだろうねとか、でチームファーストにしてしまうと、もしかしたら排他的に少し人に対してなってしまうかもしれないので、うん、本当の意味で誰もが宇宙に行けるためにはどうしたらいいかっていう、その一つのモデルを作るっていうのが、その場が月という場で考えるっていうのが、うん、目下最終目標とか、多分僕が生きてる間にできるのはそれぐらいが限度じゃないかなというふうには思いますけどね。いいですね、その実践的な問いというか問題解決しなきゃいけないことと、まあこうなんか哲学的なものが両方持ってないとできない仕事なんだなっていうのはお話伺っていてすごく感じました、はい、でもこれは なんかいろんなことに本当は当てはまる話で、どんなこともそういう両方の考えがないといけないことなのかもしれないんですけど、まあ、当日 のトーク楽しみにしていますので、こちらこそ、はい、どうも今日はありがとうございました。今日はありがとうございます、はい、ライフアップデート、今回のライフはまさに命のライフでしたけれども、極地建築家の村上雄介さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.